畳さんから、集団的自衛権がいよいよ歯止めが利かないものになりそうです、これが認められれば、どんな紛争にもアメリカについていかなくてはなりません、大変なことになります、えー、与,党与党内に反対する人はいないんでしょうか、なんとか阻止してほしいですというね。とということで日米防衛協 で、協力のガイドラインについて見直しの中間報告がこの間ね、はい、ありましたから、それを見ておりますと、やっぱりこういう心配になる人もいるんではないでしょうかね。まあ、平時、日本有事、そして周辺有事という、いろんなこの、あっという事態のこの3分野で具体的な協力のあり方というのをこれから、あの、中間報告でこんな風になり、なっていきそうだと。まあ、こういうことですけども、 からまた後方支援については、地理的な制約ではなくて、世界的規模でできるようになる、今まではあの日本の近海であるとか、はい、領海内であるとか、ええね、それから隣国での起こったこと、うん、仕掛けられたこととか、はい、いろいろがあって、まあ、そして自衛隊がどう動くかということでありました。まあ、あくまででも日本のの地理的な条件の中でと いうことだったですけれども、遠く離れたところでも、今、こっちで困っているんだ、助けに来いよと言ったら、行かざるを得なくなりますよというようなことも、ですね、はい、まあ日米防衛協力のガイドラインの中で、いろいろと語られているということは、ちょっと私たちも注目しとかんとあかんまりうちわばっかり見てたら、うちわばっかりに注目して,てはいけませんうちはも大事でしょうけれどもね、はいはい、でもまあ、こういうことも本当はもっと話し合ってほしいぞと。 ということは、レ舫ンさんなんか割とこういうことに律していると言いますかね。こういうことを話し合う機会をですね、こう、他で時間をとってですねこう、すっと通りやすくしてしまっているという。 結果的にはそうなるのかもわかります,、ねすね。やっぱりどうしてもそういうこう面白い、うん、ちょっと面白みのあるようなところにスーっと、うん、まあ私たちも含めてなんですけどねマスコミも含めてですけど、うん、行っちゃうのでそこの陰で大事なことがこうスーっとこう決められてたりする危険性っていうのをちょっと考えないといけないですね。うん、そういうことですかね。うん、はい。さあ十時になりましたこちらでございます。十時の壺住友林業フォレストメゾンがお送りします。 はいということで、その内側の問題もずいぶんありましたですよね。はい、まあ,あの、本当にいろんな大きな問題、小さな問題からしても、やっぱり、うん、あの大きな問題は日米防衛協力のガイドラインとかね、そういったことは大きいでしょう、はい、が、うちわはまあ小さいと言えば小さい、まあ、ちょっと言ってみましょう。車両部さんですが厚紙の円 円形状のもの、あの大臣は配布したものも、あこれ、うちわのように見えますが、あの、うちわではないとか言ってました、ね、資料です、はいあの、印刷やからすればうちわです。<laughs> 業界の話ね。はい、ネットでうちわ印刷と印刷すれば、あれと同様なものがアップされてきます。うん、ですから、あれはうちわです。うちわです。いうことですね。うん、で、 ふわふわさんから、松島法務大臣の内輪問題ですが、明らかに違法だと思います。なぜなら、ただのチラシでは読んでもらえないから、内輪の形にすれば手に取ってもらえるという意図で印刷しているわけで、その時点で受け取る人が価値を感じる有価物という意識があるはずです。罰するとかどうかは別として、違法だと認めて謝罪すべきだと思います。さっさとそれやってほしい。リトルミーちゃんも、蓮舫さんもあれ、完全内輪やん、よう言うねというのは、前にもあります。 蓮舫さんも昔配っとったよ <laughs> ということ、絵はついてませんが、円形で指が入るような丸い穴が開いているということですけどもね、うんえー、あれはうちわだと思います、あれが四角だったら下敷きやんと、ね、だからあの親方がおっしゃるように、リーフレットみたいなもんだけ OK で、それ以外はだめということにせないかんと思いますよということですね、うん、でもさっきの上政さんですけれどもあの、まあ、だから小さな問題かも分かりませんがあれが OK だとするならば、ね。 あのだんだんタオルでも手拭いでもいいことになってきて、うん、だんだんこれも良ければ、あれもいいと手拭いもいらんやん、うんうん、もらってもそんなにいらんやんって言ってしまえば、別に配ってもいいことになるんじゃないのって、こと、うん、でそれが <laughs> 内輪だと、タオルだと、それからもうちょっと何か違うものであって、どん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 ど,んど,んどこまでがじゃあよくて、悪くなるのってところが、人によってそれはまた違うので、うんはい、だって私あの、松島さんの、うん、内輪はいらないけど、うん タオルだっったらちょっと欲しいもん <laughs> そういういことでしょだからんわーっていう人もいますしね。いるし、うん、前にもありましたストラップだったらどうだろうとかね、はい、そういうことになっていくから歯止めはどっかでやらないかんやっぱりチラシ以外は、ねはい、え絵がついたものやら穴の開いたものやらやらなくて。うん 紙に書いていろいろ知らせるというもの以外はあかんのとちゃうかという、リスナーのの皆さんの意見は正しいと思う、はい、あと松島さんに関しては、これに付いて、今日もなんだっけあのじゅ、住宅でしたっけ、うん、あの辺の問題なんかも出てきてるでしょ、だから一連の、これもあれもあれもって、法務大臣がわとその法律的にどうなのみたいなところをこう問われることが、うん、またしかも複数出てきたっていうところの,その合わせ技みたいな、ちょっとその。 こ数あるのも良くないんじゃないのっていう、そういう話も出てきますし、ねうん。そういうことですよね。うん、で、また、あの、ちょっと話を広げますけれども、いわゆる価値のあるものを配るということ、はい、提供することは、やっぱり公職法、ね、選挙期間中に、うん、こういうものを配ってますとかね、はい、ああいう、そういうことは飽きませんよという中の一つに、あの、鈴木宗男さんが、 ずっとあの立候補して、選挙運動をやった時に、松山千春さんが応援に来て、そして選挙カーの上で歌った、あれはとてもいかんことや、すなわち、松山千春の歌声というのは、みんなが聞きたい、そしてお金出してでも聞きたいという、価値のあるものをああいうとこから提供してるということは、いわゆる有価物の提供に当たりますよ。 というお便りも以前誰かからいただいて、はい、その点、坪井さんはどこで歌っても、何にも価値がないですから、大丈夫ですと <laughs> いうおい,いど,う、まあ、どうや、これ。どうや。騒音や言われなかっただけどよかったやでもまあ、堂々と歌えるから、今度また選挙区の前で、どっか応援の時歌ったろうかなと。 <laughs> <ら>む,しむしろ嫌がられてらみんなが逃げていくから、<laughs> そんなことしてくれるな、ということで。そんな、あれはないでしょうね、希望はね。<laughs> はい、はい。というようなことやらね、いろんなことがありましたですけどもね。はい。うん。から、年頃発言というね。あ、これもある、ね。向方のやすきよさん、はい、新聞の見出し年頃とて、やじでね、年頃やら、はい、お前の年頃。はい してないやないか、うん、というようなことで、これもセクハラえないやないか、という、はい、年頃という意味がいろいろ問題となりました。新聞の見出しに年頃と出ていたので、何と読むかなと思ってましたら、あれ年頃と読むんですよね、はい、ということで。ちょっと難しい字でしたよね。はい。懇親会の、あの、ね。 え、今ですから、年頃なんですよね。うん、今度、懇親会、年頃会としてやろうかなと思います。<laughs> 年頃会。はい、まあ、純粋にこう、うん、あの、そういった男女間のっていうのではなく、純粋にこう、まあ、仲良しとかっていう意味ももちろんあるんですけどね。はい、あの、呼吸なき主婦団さんも、うん、あの、年頃を調べてみたら、心がこもっているという意味、うん、それから、親身になるといういい意味もある。ね。うん、親身になる。他に、男色関係というのもあるらしい。 そそうそうなんか私も辞書引きましたよ。男女でもなくて、男関係も言う。っていうのもそう、そういう意味合いで使う場合も、はい、意味合いとしてはあるということらしい誰がこの言葉をこんなにしちゃったんでしょう、いっぱい、そう言葉に含みがあってもいかんような気しますよね。はい、詩人がまあダブルミーニングでいろいろ使って味わいとしてやるならいいんですけども、うん、記号としてですね、はい、そあまりにもこっちからこっちまで広げていいもんだろうかと。ただ、こういう文字、うん、あの意味がいっぱいあるのって、結局、あの、うん、 前後の文脈からどの意味かっていうのが判断できるからいろんな意味があるわけで。うん、あの多分文脈 と言っても分からない、ど,どっちの意味だみたいな使い方をするのでは、うん、そんないっぱい意味って出てこないと思うんですよ、ああこれだけ意味があるっていうことは、うん、大概前後を聞けば、どの種類で言ってるっていうのは分かるなってことですから、うん、今回のやじはじゃあ、どの種類だったのかなっていうのはう分かりますよね。とい、ね、うあの彼は、太郎君と年頃な関係っていうのは、はい、さっきの男色を前後から言えば表すでしょうし。はい 同じ親方という言葉でも、大工の当領の親方なのか、うん、小高さんがついたら、あ、相撲やなとか、と、ね。そこ私の意味合い何にも辞書に載ってませんので。<laughs> はい。はい。純ちゃんなんかも、山谷さんもね、野田さんに向かってね、あの、年頃とか言われたら、はい、お前も元頃みたいな顔しやがってと言い返せばええやないか、<laughs> というのも,もございます。あかん、あかん、はい、あかんよ。はい